British English Quick British English の滝です。今日もご視聴いただきありがとうございます。いつもこのビデオをご覧になってくれている皆様、いいねボタンやコメントなどを残してくれる方たちにとても勇気づけられています。本当にありがとうございます。で、今日はですね、イギリス英語とアメリカ英語、いろんな違いがあるっていうのは皆さん多少はご存知かと思うんですけれども、主にスペリング、綴りの違いについてお話ししていきたいかなと思っています。こちらは英語学習を頑張る皆様を応援するために作られたチャンネルで、オンライン英会話を使ってどういうふうに英語を勉強していけばいいのかとか、日本にいながらどんなふうに自分の英語力を伸ばしていけばいいのか、それからたまに私がいるこのイギリスという国についてのお話などもさせていただいています。チャンネル登録していただけますととっても嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。皆さんはイギリス英語とアメリカ英語の綴り違いがあるってご存知でしたでしょうか。主にどんな違いがあるのかというと、大きな違いはイギリス英語の場合はいろんな言語の影響を受けています。例えばラテン語であったり、ドイツ語であったり、フランス語であったり。だけどアメリカ英語の場合は発音通りにこうスペルっていうのが結構あるのではないかなと思うんですけれども、私もよくレッスンの中でアメリカ英語とイギリス英語の違いなどをお話しさせていただいているんですが、オーソドックスなものと基本的なもののその違いというものは、例えばセンターっていう綴りがありますよね。アメリカだったら、まあ、私たち日本人はね、アメリカ英語を習ってきたので、学校で習ってきた綴りというのは CENTER だと思うんですよね。TER というのが TER ってなったと思うんですけれども、イギリス英語の場合は TER のところは TRE とこうスペルが変わる場合がよくあるかなと思います。なのでセンターの綴りはイギリス英語では CENTRE というふうに E と R が逆になります。よく、まあ、センターの他にはあとはキロメーターもそうですよね。普通アメリカ英語だったら KILOMETER というところが TRE というふうにイギリス英語では変わります。あとは、U が入る場合が結構多いんですよね。 U が入るので多いのは Neighbor、 隣人っていう単語があります。アメリカ英語では NEIGHBOR という Neighbor という綴りなんですが、イギリス英語になると NEIGHBOUR というふうになりますし、 Color、 これも結構有名なところかと思うんですけれども、アメリカだったら COLOR じゃないですか。だけど Color、 イギリス英語の場合は U が入ります。 COLOURU が入るんですよね。あとは Favorite、 こちらも F-A-V-O-R-I-T-E っていうのが Favorite、 お気に入りのっていう単語のスペルだったと思うんですけれども、イギリス英語の場合は F-A-V-O-U-R-I-T-E っていう風になります。 U が入ります。あと母音が2個続くものはイギリス英語では1個に省略される形がよくあります。例えばものすごくひどくてびっくりするっていう時の appall っていう言葉があるかと思うんですけれども、アメリカの場合は appall、 double L になるんですけれども、イギリス英語の場合は single L になります。あとは enrolled、 こう何かこのコースとか学校とかそういったものにこう申し込む enroll っていう言葉があるかと思うんですけれども、そちらもアメリカ英語の場合では enROLLL なんですけども、イギリス英語の場合は ENROL single L になります。ただその L だったら、じゃあアメリカ英語だったら全部 WL で、イギリス英語だったら single L なのかっていうと、そうとも限らないんですよね。例えば全く同じものもあります。 Fulfill、 満たすっていう単語なんですけれども、これはアメリカ英語もイギリス英語も両方ともシングル L になります。あとはこう、ア
メリカとイギリスの英語がこう逆になる場合もあるんですよね。逆というのは、先ほどアメリカだったらダブル L だったのに、今度はそれがシングル L になって、イギリス英語がダブル L になる場合もあります。なのでもこの辺に関しましては、もうこうたくさん見て、あとは書いて、もう覚えていくしかないかなと思うんですよね。英語を目にする時間が多ければ多いほど、英語を使っている回数が多ければ多いほど、それは自然と覚えていくようになると思うので、そこまで心配することはないんじゃないかなというふうに思います。あとアメリカ英語では ZE で終わるものが、イギリスの英語だったら SE もしくは ZE、まあ、イギリス英語だったら SE でも ZE でも両方とも取れるのかなっていうふうに思うんですけれども、アメリカだったら ZE で、イギリスの英語だったら SE、ZE、 どちらでもいいよっていう感じになるんですけれども、私も自分のそのラップトップがあるんですけども、自分のラップトップはイギリスの英語に設定してるんですよね。なのでこううろ覚えでアメリカ英語でこうスペルを綴ったりとかすると、間違いですよっていうふうにこう下に赤線が出たりとかするんですけれども、まあ、そういった時にはすぐにその英辞書、ネットにインターネットの辞書があるので、そういったものでスペルを確認してたりするんですが、例としては apologize、 謝るっていう言葉があるかと思うんですけれども、アメリカの方だったら AP apologize なので、 APOLOGIZE ZE なんですね、 JIZE だけど、だけどイギリスだったら apologize が ZE ではなく SE になる場合があります。先ほども言ったように ZE でもどちらでもいいので、この場合は間違えてもね、間違えてもというか、イギリス英語だったらこう結構こう融通が効くというような、アメリカの方でイギリスのスペルを変えてしまうと、あ、ここ SE じゃなくて ZE だよっていうふうに直されるかもしれないんですけれども、あとは Organize っていう言葉がありますよね。それも普通のアメリカの英語だったら ZE なんですけれども、 Organize、 SE を使う場合もあるし、イギリスだったら SE、ZE どちらでも OK って形になります。あとは Recognize っていう言葉もあります。こちらも RECOGNIZE のところが、こちらもイギリスの英語の場合だったら SE、ZE どちらでも OK って感じになります。あとは多くの名詞で ENCE、 ENCE、 ENCE ですね、 ENCE で綴るところ、これがイギリスの方の英語なんですけれども、それはアメリカの英語の方では ENSE と綴ることがよくあります。例としては DEFENSE なので、 DEFENSE、DEFENSE ですね、 DEFENSE S なので、だけどイギリスだったら DEFENCE っていう風になります。あとは License とかもそうですよね。それから Offense、 なんかこうちょっと嫌な気持ちを受けるとか、 Offense っていう言葉も SE と CE の違いのその中に入るかなという風に思います。他に知っていそうで知らなかった単語というものをいろいろ挙げてみたんですけれども、その中には例えばエアプレーン、これに関しましては普通のエアプレーン、エアにプレーンですよね、全く同じっていうのもあるんですが、イギリスの英語ではエアプレーンっていうふうに書く場合もあるので、 AEROPLANE っていうふうにエアプレーンって言ったりもします。でもエアプレーンも間違いではないと思います、使うと思います。あとはチェックですよね。チェックっていうのは、まあ、小切手みたいなものをチェックって言ったりとかするかなと思うんですけれども、アメリカの場合では普通にチェック CHECK なんですけれども、イギリスの場合は CHEQUE という風になります。あとはコージー、こうなんかちょっと居心地がいいみたいな、まったりできるっていうの言葉なんですけれども、アメリカの方は Z なので ZY になるんですが、イギリスでは SY、コージーという風になります。あとはドーナツですよね。ドーナツ
ツのスペルってなかなか結構難しくて私も覚えられないんですけれども、アメリカの方はものすごく簡単で D-O-N-U-T ドーナツなんですけれども、イギリスの場合は D-O-U-G-H これでドーですね、ナツ N-U-T ドーナツという風になります。まあドーっていうのはもともとはこう小麦粉と水をこう絡み合わせて作ったこのなんていうんですか、粘土みたいなその生地のことをドーっていうと思うんですけれども、あのスペルも D-O-U-G-H でしたもんね。であれにナットをつけたものがイギリスのドーナツになります。グレー、色のグレーなんですけれども、アメリカの方は G-R-A-Y なんですけれども、イギリスだったら G-R-E-Y という風になります。これもグレーって結構簡単な言葉なので、こうグレーってスペルのところタイプした時によく私こう間違ってますよっていう赤線が出るんですよ。あれ違うかなと思ってこう調べると、 A がアメリカ英語で E がイギリス英語なんですよね。なので A でこうグレーっていう風に書いてしまうと赤線が毎回出て、あれっていう風にいつも思います。この辺ちょっと私もなかなか覚えきれてないところなんですけども、あとはジュエリーですね。ジュエリー、あの宝飾品っていった意味なんですが、こちらはアメリカの方は L が1個なんですよね。ジュエルだから J-E-W-E-L-R-Y なんですけども、イギリスの場合は L が2つになります。 C はカーブ、カーブ、こう曲がったカーブ C-U-R-B、 こちらアメリカのカーブになるんですが、イギリスの場合は C ではなく K になります。カーブ K-E-R-B。 あとはプロ、こう畑を耕すっていう動詞になるんですけども、アメリカの場合もそのまま発音通りに P-R-O-W プロなんですけども、イギリスの場合は P-L-O-U-G-H という風に発音と全然なんか、ね、言葉そのスペルが合ってないよねっていう感じなんですけども、そういったスペルになります。あとはスケプタコー、ちょっと疑わしいっていう単語なんですけれども、スケプタコーだからアメリカの方は S-K-E-P スケプティカルとか T-I-C-A-L なんですけれども、イギリスの方はどちらかというとスセプティカルみたいな感じのスペルになるので S-C-E-P-T-I-C-A-L、似てるようでちょっと違うっていうのがものすごくなんかで もどかしいとかもやってするところだと思うんですけれども、そういった違いがいくつかいろいろとあります。なかなかこう気がつかないことが多いと思うんですよ。単語なんてね、結構覚えようとして覚えないとなかなか覚えられないと思いますし、皆さんこう単語を覚えるときにもなんかスペルまでこうきっちり覚える方とかってなかなかいないと思うんですよ。単語テストで、ね、テストされるわけではないと思うので、あとはその大体その単語の形と意味を覚えてらっしゃるのかなって思うんですけれども、なので単語を覚えようと思った時とかにこうスペルにもこういろいろ注目していただくと、いろんな違いがあるなっていうふうに、間違い探しではないんですけれども、またそれも英語を学んでいく醍醐味になるのではないかなと思うので、ぜひそういった単語の楽しみ方、単語を覚える際にもこう単語の闇雲に一個ずつ全部覚えていくっていうのではなく、こう楽しみながら、私も毎回レッスンでもお話しさせていただいてるんですけれども、楽しみながら覚えていくっていうのが本当に皆さんの英語の上達にとってとても重要だと思うので、ね、ぜひ全く全部こう覚えようとかっていうのではなく、へえそんな違いがあるんだ、なんか面白いなとかっていう風に今日のビデオでも感じていただけたらとっても嬉しいかなと思います。というわけでイギリスではね、最近もうかなり寒くなってきて秋っぽい季節になってきたかなと思うんですけれども、皆さんがお住まいのところはいかがでしょうか。またいろいろコメント欄の方でもこういった単語の楽しみ方を覚えていますとかっていうのがあれば、そちらもぜひ教えていただけるととっても嬉しいです。そうですね、インスタグラムの方でもイギリスの日々の日常とかをたまに不定期で配信したりしていますので、そちらの方もぜひご興味がある方は遊びに来ていただけるととっても嬉しいです。So, yeah, thank you so much for watching as usual, and I will
see you on my next video. Soon!